皆さんおはようございます。それじゃあ本日私から一点ご報告がございます。来週14日にサステナアワード表彰式を行います。これは緑の食料システム戦略の実現において消費者や事業者の意識や行動が変わることが重要であることから消費者庁と環境省と連携いたしまして食と農林水産分野の持続可能な取り組みの動画を表彰するものであります。本年度の受賞作につきましては表彰式で発表いたします。優れた作品を国内外に広く発信していくことによりまして食と農林水産分野の持続可能な取り組みの拡大を目指してまいります。本日、私から以上です。幹事社毎日新聞の浅川と申します。質問2点あります。1点ずつ失礼します。まず台湾の日本産食品に対する輸入規制緩和について伺います。キノコ類など一部を除き福島県など5県の食品に対する輸入停止措置の解除が発表されたと思いますが受け止めと今後の対応についてお聞かせください。お願いします。はい、今回の台湾の決定はですね、日本産食品等の輸入規制の撤廃に向けた大きな一歩であり被災地の復興を後押しするものと受け止めております。一方で日本産食品の安全性につきましては科学的に証明されておりまして輸入規制措置については早期に撤廃すべきというのが我が国の立場であります。農林水産省といたしましてはあらゆる機会を捉え早期の規制撤廃に向けてより一層働きかけてまいりたいと思います。ありがとうございます。2点目なんですけれど本日朝原油価格高騰に関する関係閣僚会合が開かれたと思います。原油の先物価格が90ドルを一時突破するなど価格高止まりで農家や漁業者の負担長期化が懸念されていると思いますけれど現時点での農水省の対応と追加策を検討する必要性について、お聞かせください。お願いします。昨今の原油価格の高騰を受けまして本日第3回原油価格高騰等に関する関係閣僚会議が開催されました。私からは施設園芸農家漁業者等に対して燃油等の価格が上昇した場合に経営の影響を緩和するための補填金を交付する制度を着実に実施している旨を発言いたしました。また官房長官より関係閣僚に対して引き続き原油価格の動向を注視し対策の効果を検証する指示を受けたところであります。農林水産省としては事業者に対する影響を注視し対策の効果を確認しつつ着実に実施してまいりたいと思います。今の仕組みはね、価格が上がっていくとスライドして交付金も増えていくような形になってますんで、まあ、一応その形の中で推進していきたい、見守っていきたいと思っています。ありがとうございます。幹事社からは以上です。各社さんお願いします。はい、どうぞ。日本テレビ上野です。週末、フラワーバレンタインについてなんですけれども、週明けに、バレンタイン当日になるかと思うんですけれども雪の影響も懸念される中で、消費者に改めてその需要喚起といいますか、はい、期待することなどがありましたら教えてください。はい、ご承知の通り、2月の14日はバレンタインです。先週の会見でも申し上げましたが農林水産省はフラワーバレンタインの取り組みを応援しているところであります。最近では若い男性の、花、柿のですね、購入も大変増えております。花より身近なもの、花がより身近な、花がですね、より身近なものとなり、需要の拡大につながることを期待しております。バレンタインでは世界的には1年で一番花が贈られる日と知られておりまして、皆さんも家庭で花を飾ったり、大切な方に花を贈っていただければと思います。
はい、どうぞ。すいません、NHK の川瀬です。先日、熊本県知事がアサリの問題でいらっしゃって、原産地表示のルールの見直しなどについて要望されていましたが、これについて大臣の考えをお願いします。はい。先日、蒲島県、熊本県知事とお会いしまして、アサリの産地偽装対策に関する緊急要望を受け取りました。蒲島知事からは、熊本県産アサリ緊急出荷停止制限を行ったことや、国と県が一体となって取り組んでいきたい旨の決意が述べられました。これに対して私からは、消費者の信頼の確保に向け、共に取り組んでまいりたい旨を申し上げました。今後は、先般の調査で確認された疑義の解明を進めつつ、熊本県や消費者庁となどの関係機関と連携を取りまして、厳正に対処してまいりたいと思います。どう？原産地の表示制度の問題について、問題などを指摘されていますが、それについてはいかがでしょうか。食品表示の制度やルールにつきましては、改善すべきことがあれば、制度やルールについて所掌する消費者庁において検討されるものと考えていますが、農林水産省といたしましても、監視を行う立場から得られる情報については随時消費者庁に提供してまいりたいと思います。他に、はい、どうぞ。日本農業新聞の二木と申します。原油の閣僚会合の関係で、ちょっと確認なんですけれども、農水省としては、現時点では、追加対策の検討は必要ないと考えているということで、よろしいんでしょうか。セーフティーネット、ご存知でしょ？はい。で、あれは、価格がだんだん上がっていくと、うん、補填金が増えていくような形の仕組みになってますんで、まあ今そういった形になって、それぞれずっとこう増えていってますから、基金がですね、交付金が。まあそれで今やるしかないかなと思ってますけどね。あれが定額で収ま、こう定額であるならば問題ですが、ちゃんとした価格差によって補填金が増加していくっていう、そういった仕組みになってますんで。一応この対応、今のシステムで対応していきたいというのを思ってますけどね。わかりました。もう一点、そもそもその、これまで元売りへの補助金出してですね、まあ、農業の永住油に関して、どの程度その価格抑制効果があったと考えておられますか？それは、直接やってるところに聞いてもらってね。いや、まあ、あと、元売りにやって、それが、まあ、末端にというのは、農業関係者としては、直接に、あまり値段が下がったっていうあれはないかもしれませんね。まあ、あれは一般の消費者の皆さん方が、ガソリンを買うときの基準にしてますんで、ちょっと中身が違うかなっていう感じがするんですよね。だから通常皆さん方がこのガソリン買うでしょ、あの時の値段で対応しましょうっていう考え方ですから、はい、産業用には関係ないと私は思いますけどね。ありがとうございます、はい。